はい、皆さんこんにちは、クアレノンでーす。今日はですね、120センチポリプ水槽にいるね、スネークヘッドチャンナプルクラの紹介をしたいと思います。今ですね、120センチポリプ水槽のポリプテですね、11種類1匹1匹をね、紹介していくっていう企画の最中なんですけど、さすがにね、11種類11連続でね、ポリプテルスばっかり紹介し続けてもね、視聴者の方がね、飽きてしまうんではないなかろうかと思いまして、ちゃんと他のポリプテルスね、120センチ水槽にはね、他のポリプテルス以外の魚もいますから、その魚たちの紹介もね、こうやって挟んでいこうと思い、今回はね、スネークヘッドの中の一種類なんですけど、チャンナプルクラっていうね、ものすごい可愛い魚、この子をね、魅力とかを語っていこうと思います。この子はですね、去年ですね、2019年の2月11日に約10センチの幼魚をパウパウアクアガーデンのね、銀座店にて2800円で購入いたしました。購入してからね、約1年と6ヶ月、8ヶ月ぐらいか、経ちますね。もうすぐ2年目、来年で2年目なんですけど、まあ購入時が10センチぐらいだったんで、今は約ね、25センチ弱ぐらいですかね、30センチまだいってないと思います。でね、この子は最大体長が、これ、ね、結構文系によってね、結構変わってて、まあ、30センチとか書いてあるところもあれば、たまにね、なんか40センチぐらいまでとか書いてあるところもあったり、30センチの後にハテナみたいな書いてあったりして、最大体長がはっきりしないんですけど、このチャンナプルクラってめちゃくちゃ、あのスネークヘッドっていうね、種類がいるんですけど、スネークヘッドっていう種類の魚の中でもいろんな種類がいて、その中の一種類なんですけど、めちゃくちゃ人気がある魚で、見ての通り可愛いじゃないですか。めちゃくちゃつぶらな瞳とちょっとアホ顔で、で派手なこの色とね、いいこの模様ね。だからもうそれをものすごくね、人気があるんですけど、なんでこの子ももう何代目だろう、多分4代目とか5代目ぐらい。これ120センチのね、大きな水槽を買う前にももう3匹ぐらいかな、買ってました。もう3匹なく死んじゃったんですけどね。で今回、去年ですね、買って4代目とかだと思うんですけど、5代目ぐらいなんのかな、そんぐらい。もう多頭飼育してた時期もあったんで、多頭飼育って言っても2匹とかですよ。なんか6匹だ10匹だとか、そんな大量じゃなくてね、2匹買いとかで買ってた時期もあります。でも結構ね、2匹で買うと結構喧嘩とかしちゃうんで、もう今回は1匹だけって決めてるんですけど、スネークヘッドってポリプテルスも種類多いんですけど、もうそれ以上に種類が多くて、小さいやつはね、15センチぐらいのからいるんですけど、大きいのはもうほんと1メートル超えるのまでいるんですよ。だから種類がものすごい豊富なんですけど、このチャンナプルクラはその中でも中型種って言われてて、30センチ前後でね、さっきも言ったように成長が止まるので、今ね、私のこの120センチ水槽では、まあ、ちょうどいいね、ちょうどよく買えるサイズのね、あの種類なんですね。性格はね、もうマイペース、ツンデレで動じない、なんかそんな感じ。自分はね、スネークヘッド界の猫って言ってるんですけど、まあスネークヘッド自体が猫みたいな性格で自分はよく言うんですけど、ツンデレなんですよ、ものすごい。こういう風にね、視線をね、カメラ目線めっちゃしてくれる時もあれば、カメラから目線を反らしたりして全然見てくれない時もあるんですよね。でもね、なんかチラ見チラ見してくるんですよ、カメラとか撮ってない時とか。パッと見た時に目が合うっていうか、ものすごい人間の方を意識してくれている魚なので、
その姿形ももちろんね、こう派手で色も色合いもねすごい綺麗なんで人気あるんですけど、この性格もね人気のあるその要素の一つになってますね。今回はねスネークヘッドの中の人気種チャンナプルクラの紹介でした。ご視聴ありがとうございました。ごきげんよう。